喧嘩とかないんですか1ヶ月。いや、ありますよ。私が本当は気持ち焼きなんで、結婚しても焼くんかいってすごい言われたりしますけど、寂しがりなんで、なんか昔こういう人が、小学校とかですけど、中学校とかの話になって、たまたま、そこで気持ち焼いたんですよ。めんどくさいですね。めんどくさいですよね。私が誕生日だったんで、なんか昨日がちょうど、その時に誕生日に他の女の子の話しないでよみたいになって、めんどくさいなって思いました。